はい、こんにちは、僕です。新語やっていきましょう。ちょっとね、今回はうつせみですね。うつせみをね、ちょっとつけるところからやっていきたいですね。いや、最近ね、この青髪4式、四式って読むのかな？これを手に入れたんですけど、この青髪系ね、今まで1式、2式、3式、4式ってあるんですが、どうやらね、ナホビの専用のね、スキルがあったんですよ。全く見てなかった。これが3式なんですけど、これなんて読むんですかね？魚木？ナホビの専用、敵単体に力依存による注意力の万能属性攻撃。あと、活脈もついていて、活脈は、HP が上がるスキルですね。で、2式には心霊水。味方全体の HP を消化回復。まあ、メディアと同じ効果ですね。ほんで、1式。これなんて読むんですかね？アラマサ連山って読むみたいですね、おそらく。アラマサ連山。ちょっと調べたら、アラマサっていうのは、スサノオノミコトが、ヤマタノオロチをね、倒した時に使っていた刀、違うな、剣か。その剣がね、アラマサっていうらしいですね。まあ、そのヤマタノオロチから出てきたのは、草薙の剣、雨の村雲になりますよね。まあ、なんか由緒正しいものなんでしょうか。これもあったんですよね。これ一番最初、どこで手に入れてたのか全然わかんないんですけど、敵単体に8回消費力の物理属性攻撃なんですよね。まあ、ちょっと今更なのかなってちゃ思ってるんですけど、どうなんでしょうか。うちのね、ちょっとナホビノさんは、力を全く振っていないので、この魚木もね、力依存による注意力なんで、力寄りなんだよな。で、一番新しいのがこれですね。ちょっとこれを覚えていきたくて、強雷ですね。敵単体に大威力の電撃属性攻撃なんで、ジオンガよりも多分強いんじゃない？ジオダインぐらいの、威力があるんじゃないかと思うんですが、消費 MP がね、20なんで、割とね、いいんですよね、コスパが。だからちょっとこいつをね、継承していきましょう。ジオがいらなくなりますね。で、ザンブフ、一応4属性はつけておきたいんだよな。で、まあ、全体攻撃としてマハザンつけて、ディアラマはいらないと思うので、一旦キューマをつけておきたいと思います。こんな感じで。これでいいのだ。やっていきましょう。よし、じゃあね、進めていきましょう。またね、6課外で、うろうろ散策をしていて、このね、見立て橋っていうところの流血をね、見つけるところまでやってきました。新しいエリアになりますね。で、まあ、ちょっとここにね、ジャックフロストがいる。いほう、おいらジャックフロスト。ここは暑いほう。おいら暑いのは苦手だほう。気を抜くと溶けてしまうから、溶けないよう常にアイテムで体調管理してるんだほう。よかったらアイテム探しを手伝ってくれないほう。ああ、ひんやりフロストくんの秘跡。サンキューほう。おいらが欲しいのは、ああ、氷結の秘跡。3個持ってるんじゃない？持ってるよね。なんか、とりあえず渡してしまうか。あ、9個あるからね。サンキューほ。これでしばらくは溶けずにいられるほ。嬉しいほ。お礼にこれあげるんだほ。何くれる？マッスルドリンク。ああ、初めての1個目か。マッスルドリンクって回復アイテムかな。いっぱいあると安心だほ。また持ってきてくれほ。毎回マッスルドリンクがもらえるのかな。わかんないけど、まあ、いいや、先をね、進んでいきましょうか。あ、で、天の里とね、一度お別れしたんですけど、まだね、クリアしていないサイドクエストないかなと思って確認していたんですよ、ここ。すっかり忘れてましたが、光竜が来るっていうね、クエストを受けていましたね。んで、玄武をね、ちょっと倒してしまいました。意外とね、弱っちかったんで、玄武。あっさり倒せました。まあ、その流れで、白虎ですね。ちょっと白虎に挑んだらとても強くて勝てなかったんですけど、ビャッコがいた近くにね、天の雑魚がいたんですよ。だから天の雑魚、そこでまあ会話したら、再度ね、連れていくことができるという感じでした。だからね、天の雑魚再び同行しています。マオちゃんがいる。マオじゃないんだよね。タオだよね、タオ。ん？なんだこのイケメン衆。誰？あ、親指を舐めた？これが悪魔狩り？新キャラだな。やはりな。かっこいいな。誰？なんか頭から角が生えてますね。
お前の力、このフィン・マックールが試してやる。フィン・マックール、 FGO で見た気がする。戦うの？待ってよ、フィン・マックール FGO で知ってる。何が効くかな。ちょっと強雷やってみますか。フィン・マックール、ゲンマ・フィン・マックールだって、クーフーリンみたいな感じじゃないですか。強雷、ああしかも雷弱点だった、ナイスだな。ジオンガじゃあしていきましょう。強そうだな、フィン・マックール。マハジオンガも入れる。いや、ジオンガでいいでしょ。ジオンガ覚えたんだ、リリムが。他にも弱点何かないかな。メドが効きそうなイメージだけど、どうでしょうか。綺麗にしてあげる。ああ、弱点ではないんだな。ゴーライかっこいいな。これコスパいいですね。何のイカズチって言ってるんだ。ビャクサのイカズチ。強い。主人公がやっと火力に加わりましたよ。今までジオとかアギとかやってたからね。それと比べたら全然役に立つ。どうしようかな。ラクンダかけておきますか。タルンダとかもかけておいた方がいい気がするな。すごい物理攻撃してきそうな雰囲気、佇まい。ほらほらっつってもアタックだからこれ。マガツヒを集めた。何をしてくるか分かんないんで、ちょっと防御してみますか。いまいちね、ちょっとこの防御がね、使いこなせてないですよね。多分マガツヒを集めたタイミングでガードするべきだと思うんだ。これが正しいね、信号の歩き方じゃないですか。マハラギオンか、レジスト。でもね、クリティカルにならないから、敵のプレスターンがね、増えずに済んでますよね。絶対防御していく必要があるんだろうな。メディアして、あーとは言ってもメディラマが欲しいな、やっぱり。メディラマがね、さすがに欲しいですね。ジオンが。で、ラクンダ2回目入れていきます。もう切れそうだしね。212。強い。強いぞ。そしたらね、どうしようかな。ヘルスプラッシュとかやってみようか。効くかな。あ、仲間としてね、ヘルスプラッシュを見るのは今回がこれ初めてじゃないですか。やること変わんないですよね。まだやれるだろう。あ、タルカジャ。タルカジャしてきた。鎧同士ってなんだ。あ、防御力が下げられてる。まあ、とりあえず強雷だよな。強雷して、メディアか。タルンダだよな、どちらかというと。ちょっと下げよう。そんで、あー、そっか、花ひたはね、ディアラマ消してしまったんだよな。一旦飛ばそうか。飛ばして、強雷。で、メディアをかけて、回復量がやっぱり心もとない。ジオンが。ここは、どうしようかな。自力で回復してもらおうか。うん、勝てないことはなくないですか。いや、もう今までのようにね、ユカペロする頻度はね、減ると思いますよ、今後。しっかりこれはガードしていきましょう。ガード。ガードというね、コマンドを知ったので、この効果絶大ですね。命が惜しくない。マハラギオンやってくるんだ。これもう確定ですかね。マハラギオンやってくるの確定であれば、もう壁を作りますか。ガードするのがもったいない。その間ね、MP 回復するっていうメリットはあるんですけどね。あれ、152。ラクンダの効果切れてしまったな。失敗したな。ラクンダかけておこう。もう一回。ラクンダ切らしてしまいましたね。で、主人公 MP、あ、避けられちゃった。マジか。マクアルイン、プラス5。何それ。あ、専用スキルっぽい。はい、ワンパンされました。マクアルインだって。何それ。当ててくれ、頼むから。ビャクサのイカズチって言ってんのかな。バクサか。バクサだ。バクサのイカズチって言ってるんですね。鎖ですね、鎖。電撃の秘石を使いましょう。 MP がないから。179。ジオンが、あー、もうちょいなんだけどな。倒しきれないな。痛いな。主人公ね、物理耐性なくなってしまったんで、
はあ、嘘、雨の爪までやられたよ。ちょっと甘く見ていたな。電撃の一石。あ、でも倒せますね。当たれば。当たりさえすれば。オッケー。ピンバックール倒せました。強かった。普通に強かったけど、まあ、倒せない相手ではなかった。ね、これやっぱ経験値入ってない？死んだ悪魔はやっぱり経験値入ってないんですかね。何だったんだろうな、この間の。うん、それなら違いしの弾使いたかったな。もうやめて。タオちゃん。彼は悪い悪魔ではありません。私のクラスメートです。知り合いなんですか？どういうことかな？かっこいいな、フィン・マックール。なるほど。ラフムに連れ去られた友人を助けるためにここまで来たと。悪いな。俺様の早とち。俺様。とはいえ、お前さんのせいでもあるぞ。お前さん。悪魔と人が歩いてりゃ、疑って当然だ。この人もベテルの人なのかな。私たちは、ベテルの関係者です。ベテル？ああ。あ、違うのか。あの神のしもべどもか。それで生徒を助けるために。あの、この辺りで私のような服を着た人間を見ませんでしたか？つってもこの子ね、制服じゃないよね。これ何なんですかね。ジャージか。悪魔に連れてこられた生徒なら俺様が助けたぜ。全員かどうかは知らねえけど、一応仲間なのか、ピンマックル。ここから南西の方角に妖精族の集落がある。そこにかくまってもらって。なるほど。妖精族の集落ですね。ありがとうございます。この地は混沌の勢力、邪神ラフムの力が強い。ベテルの力が及ばぬ危険な場所だ。悪いことは言わないから、さっさと帰った方がよい。それでも私は友達を助けたいんです。そうか。だったら気をつけて行動してくれ。そして縁があったらまた会おう。妖精の村にミヤズちゃんがいるかもしれないね。ああ、ミヤズ。村のこと、ユズル君に教えてあげないと。メッセージを送っておいたから、そのうちユズル君も来ると思う。電波届くんですかね。私たちも向かいましょう。南東ね。南東。その集落の方角に生体反応がある。おう。反応ある地点の調査を推奨。推奨。とりあえずね、回復したいよね。帰ろう。そしたらね、今使っていた高雷、とても強かったんで、ちょっとね、電撃の心得、これをね、ちょっと、覚えていこうかなと思います。ちょっとね、この心得の効果も不確かなんですけど、おそらくね、これによって適性が上がることによって、威力が上がるとかじゃなくて、消費 MP がね、減るんじゃないかなと思って、電撃の心得1、2、覚えてみよう。こんなのセーブもしないで確認するべきじゃなかったな。大丈夫かな。あ、ほら、減ってる。さっきまでね、消費 MP20 でしたよね。4減りましたね。一つ適性が上がると、あ、違うな。電撃プラス3になってますね。プラス3で4減るってこと？ちょっとどういう減り方をしてるのかわかんないけど。そうですね。消費 MP が減るんだ。よし、じゃあこの先、また進んでいきましょうか。新しいエリア、見立て橋って言いますね、ここは。誰かいる。ラミア。ラフムは古い神ですから、若い創造主に、王座を奪われたのが許せないんです。故に今回は彼が心から待ち望んだ機会なのです。ラフムいるんだ。待って、あれがあるな。マガツカがありますね、あそこに。あれ、どうやって上行くんだ。あ、待って、これ運命の再会だな。ヤクシニーがいるぞ。ヤクシニーがいる。ヤクシニーさんがいますよ。何が効くかな。強雷、とりあえず強雷していきますか。ヤクサの雷よ。弱点ではないんだな。いや、弱点だったのか。見てなかったな。ジオ弱点でした。じゃあ、マハジオンガとかやっとこう。すっげえ、待って、マガツカがそこにあるから、あんまりここで MP 消費したくないんですよね。
倒していくしかないけどさ。あとは殴ろう。あ、カウンター反撃してくんのかい。まあ、ちょっと一旦置いといて、それよりもマガツカなんですよ、僕は。マガツカをね、先に、あ、落ちちゃった。落ちんのかい。うん、先にマガツカをね、なんとかしたいですよね。ケルピーも向かってくんだな。どうやって上に行くんだ。どっから上に行けるんですかね、あれ。このビルを使って行けんのか。ほんで、こっちの方角に、マガツカがあるんだけど。ああ、これ敵か。誰かいるとか思っちゃった。行き止まりだしな、こっちな。こっから行ける？いや、行けない。隙間がない。そんなまっすぐ行けないのか、遠回りしないといけない感じなのか。なんだっけ、バジリスクがいる、バジリスク。一旦ほっとこう。かまってられへん。やべ、どんどん集まってくる。どんどん集まってくるよ、ヤクシニーが。あ、御霊が出てきたぞ。あ、エネミーターンか。うん、ヤクシニーの捨て身落としていきました。あ、待って、こいつ、あ、衝撃耐性覚えてくれた。あ、ちょっとじゃあ、リストは？なんか新しいスキルも覚えたな。じゃあ、ポルターガイストは、合体に使ってしまおうかな。全部覚えたから。あ、ここから行けるんじゃないか。行けるな。回復して、乗り込んでいきましょう。ちょっと何が出てくるかわかんないけど。毎回ね。やべ、そんな広範囲に出てくんの？危ないわ。よいしょ。何が出てくる？バフォメット。バフォメットって何が効くんだっけなぁ。とりあえず強雷してみるか。全部強雷で押し通りたい。弱点じゃないよね。アギが効くかなぁ。ハマーは効くと思うんだ、絶対。これ間違いないでしょ。うん。あんまり硬くないぞ、こいつら。ジオ効いたからマハジオンがやって。いや、まあムドは効かないだろうな。ヘルスプラッシュは。肌色率が高いよな、この人。すごい肌色。待って、こいつら無動してくるんじゃないか。間違いなく自殺系の攻撃してくるんじゃないか。早く一匹倒したかったけどダメだった。ああ、まあ、無動してくる。主人公弱点ではないからな。マハロギオン。ああ。アタック。まあなんとか、なんとか耐えましたね。マハラギオンしてくる。あ、待って、回復がいないんだ。マリンカリンとか効くかな。マリンカリンやってみようか。あ、でもこれ単体なんですよね、残念ながら。効くかもしれないけど、うん、ダメだ、ちょっと攻撃していこう。そんで、ちょっとね、怖いんで、歌唱石使っておこう。どうぞ、うん。マハラギオン対策でね。ムドも捨てくるんだった。こっちもいてんだった。回復したい。マガツヒためらっしゃい。どうしようかな。これ防御しても耐えられないと思うんだ。とりあえず一体ずつでも倒していきたいんだけどな。何してくるかな。アギ系をしてくるか、自殺系をしてくるか二択なんですよね。あ、自殺だと思う。ちょっとね。自殺の壁を撒いて、かけよう。うん、闇小石。闇小石を使って、マハムドを使ってくると、踏んで、構える。どうよ。アタックしてきやがった。クリティカルだよ。なんでアタックなんだよ。いや、物理だよ、まさかの。うん、浜の秘石が10個ありました。うん、使ってこう、浜の秘石。結構手に入ってるんですね。マハラギオン。あ、ナイスだ。避けたよ、一人。一人っていうか自分だけどね。オッケー。これ腫れたな。即死か。即死が入るのか。マリンカリンやってみようかな。来ましたね、マリンカリン。ちょっとやってみたかっただけなんで。はい、とどめ。これで終わりじゃ。バフォメット倒しました。
マガツカの悪魔も即死が入るんですね。ポルターガイスト、あ、さっきレベル上がったか、ここで上がりましたね。新しいマガツカ早速こなすことができました。防衛準備、神の懐、あと心得か。ここ最近でね、ガードの使い方が分かったり、あとね、一番でかいのはアイテムですね。アイテムの有用性が分かったというのがね、とてもでかいですね。そのおかげで、割とね、順調していけるんではないでしょうか。今までと比べたらね、相当死にましたからね、今まで。床舐めましたわ。といったところで、一旦今回はこの辺で終わりにしようかなと思います。続きはね、また次回やっていきたいと思います。もしよろしければ、チャンネル登録、動画の高評価をいただけますと嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。ではまた。